ます。今日は先日拝見したライアーゲームザファイナルについて語りたいと思います。ライアーゲームシリーズというのは、まあテレビでやってた番組ですよね。初めてちょこっと見た時にはあれこれバラエティ番組なのかなと思ってしまったような内容で、言って悪いけど安っぽいものですよね。映画化ということになり、テレビシリーズの完結編にあたるんですよね。それを見てみたわけですけれど、ギミックは結構ちゃんとしてるんですよね。どういうルールのもとだからどういう手段を取ってゲームに勝ったりするのかっていうところを周到に仕組んでいるんですけれど、その反面それは動機としてどうなのかなっていう部分が多々あり、それメリットよりリスクの方が高くないかいってところが何箇所かあったわけなんですよね。無駄に嫌われるだけでそれでメリットあるのっていう、人の取る行動としてちょっと納得できないなって思ったところはありました。それではまたお会いしましょう。